はい、どうもこんにちは、セッチンミュージックです。ギタリスト音楽ライターの関口です。本日もですね、こちら黒沢大輔さんにお越しいただいてます。はい、今日はですね、このチャンネルが最も得意としているというかまあもうそれしかやってないんですけどもドリームシアターの話をね、はい、黒沢さんとしていきたいと思っております。はい、まずですね、黒沢さん、ご自身の YouTube チャンネルで、まあ、現在月1で行われている、まあ、ドリームシアターオンラインカバーライブ、はい、こちらやられているので、ちょっと前の動画でも少し話されたと思うんですが、はい、まあ、改めてちょっとどんなものなのか、それが、はい、お話しいただければと思うんですが、はいはい、まあ、お友達とそれぞれが、うん、家から、うん、接続して、バンドでドリームシアターの曲を、うん、まあ、ボーカルはいないんですけど、うん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 、インストゥルメンタルというかで、カバーをやっている、うん、生配信でやっているという感じで、はいはいはい、でドラマーさんは秋田に住んでいて、うん、で、ね、自分のスタジオを持ってるんで、うん、もう生ドラムですごいすごいっていう感じで、はい、やってます。で、まあ、今ドラマーさんの話出たんですけど、はい、このキーボーディストと、はい、あとベーシスト、はい、こちらの方は、はい、池尻家という、はい、この間ね、武道館公演でお会いしました、はい、僕そう、彼らもあと夫婦で、そうそうそう、ミュージシャンでね、はい、うん、ドリームシアターというか、ドリームシアターが好きで、ね、知り合ったような多分2人だと思うんで、うんうんうん、どちらでというか知り合ったんですか？専属音大。ああ、専属の方で、うん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 、じゃあですね、ちょっといろいろドリームシアターについて、はい、お話をね、伺っていこうと思うんですけど、はい、まずこの出会ったきっかけっていう、はい、ここ聞いてもいいですか？はい、最初は大学生の頃に、まあ、ギターをやってて、うん、だんだんやっぱりこうテクニカルなのにもっと上手くなりたいっていうので入ってて、はい、そうすると、まあ、必然的にギターやってたらメタルとかに行くと思うんですよ、まあ、ジャズかメタルかみたいな感じで、そうですね、うん、でやっぱかっこいいんでメタルの方をやってて、で、まあ、アイアンメイデン、メガデスとか、うん、いろんなも教えてもらったりとかして、でだんだんこう有名とされている名盤をこう何個かレンタル、ツタヤでしてきてっていう、うんうん、やってて、その中にドリームシアターもあって、うん、最初はどっちだったっけな、イメージズ&ワーズかな、うん、があって、で聞いてたら、でキーボードの音が結構入ってる、はいはいはい、入ってるし、今までメタルとか、まあ、J-POP とか POP とかでもそうなんですけど、キーボードって本当なんかファーってコード鳴らすとかぐらいしかイメージがなかったんですけど、あ、こんなになんかソロ弾いたりとか、なんかゲームみたいな音色が出てくるなっていうので、ちょっと衝撃を受けまして、で元々まあゲームの曲、ファイナルファンタジーとか、はい、ああいうのも好きだったんで、なんかすごい、あ、僕にとって新しい感じがして、でこう他のアルバムも借りてってっていう感じですね、うん、最初。なるほど。ちなみにこのドリームシアターで好きなアルバムっていうのはあるんですか？はいはい、僕は一番好きなのは、本当に一番はリキッドテンションエクスペリエントが一番好きで、まあね、まあ、インストですね。そうで、ゲームっぽい感じもあるしっていうのが一番好きなん でその流れを一番組んでるのが6 degrees だと思うんですよ。はい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 、ジョーダンが、うん、結構フィーチャーされてるしっていう感じなので、うん、僕は6 degrees のアルバムが一番好きなのと、うん、あともう一つはその Calling into Infinity も結構好きで、うん、まあ、それはなんでかっていうのはなかなか難しいですけど、うん、まあ、一つは音がリキッドテンションとか、その6 degrees とか、うん、Scenes from a Memory とかもエンジニア、ミックスエンジニアの人が多分しか一緒なんですよ。ああ、そうですか。はい、なのでその3つ4つ全部同じような音してると思うので、あの音が好きっていう。結構ね、なんか僕それ聞いた時に割と相反する音楽性というか、はい、アルバムの思考が違うなと思ってて、Falling into Infinity も、まあ、元は結構実験精神的な曲だったんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱそのレコード会社的に売れなきゃ困ると、っていうことで、まあ、曲削ったり、はいはい、で、まあ、2枚組だったのを1枚だけにしたり、売れっ子音楽メーカーみたいな、うん、トラックメーカーみたいな人を呼んで、まあ、なんかもう一回イメージズ&ワーズみたいのを作ってくれよっていう、はいはい、それで当てはめたのが Falling into Infinity、うん、だったりとか、まあ、逆にその、まあ、それでも売れなかったじゃないかって言って、はいはい、で逆に今度出したメトロポリスがめちゃくちゃ売れたんで、うん、
あのもう好きにさせてくれっつって今度も本格的にもう実験要素今度こそ2枚組やらせてっつって、はい、で6ディグリーズっていうのが出てるんで、うん、まあ似てるといえば似てるし思考が思考とかサウンドの感じが違うといえば違ってて、うん、まあ結構この2枚って面白いなと思うんですけど、あ、まあ、でもあと一つなんか共通というか似てるのはキーボードがフィーチャーされてるっていうのが大きいから、うん、あ、確かに。でそれが好きっていうのもあるかもしれない。なるほど。なのでそのアウェイクとかトレインオブソートは僕あんまり好きじゃないです、うんうん、ああそうなんですね、まあ、その全部好きなんで、うん、あれですけど順位つけるとしたら下の方来ちゃう、うん、で比較的ちょっとキラキラした方っていうかその、まあ、キーボードの、まあ、音域そうですね、うん、ああいうなんか和音とかが ギターとか綺麗に、うん、僕オクタバリウム一番好きなんですけど あれどうでしたあれもいいと思いますよ、うんあのうん、好きだしそのバランスがいいですねそのメタルっぽいのとそうですねなんか、うん、いろんな曲であと長い曲と、うん、短い曲とみたいな、うんうん、だいぶね、まあ、その辺までいくとドリームシアターってこういう感じだよね、はい、みたいな感じになってくると思うんですけど、うん、じゃあ逆にその離れた時期というか、はいはい、あの僕はあのこの間武道館の公演の時に、まあ、T シャツ見せてくださいっていうような企画をちょっとやってまして、はい、いろんな方とねドリームシアターについてお話しする機会を得たんですけど、はい、やっぱね皆さんねあのドラマが変わった時にやっぱ精神的なショックというか新しくてしばらくちょっと聞けなかったみたいので、はいはい、やっぱ2011年から3年4年ぐらいはちょっとドリームシアターから離れてた時があってみたいな話が出たんですけどその辺どうでしたとかあの今のドリームシアターもうちょっと結構アウェイクとかそういうメタリックな音色に近いと思うんですけど、はいはいはい、まず大前提として僕はドリームシアターも別格でもう神のような存在なので、うんうんうん、神がすることはもう全部崇めたいという精神を持ってるんですけどもなので何かを批判したりとかしたくないんだけど、まあ、特にメンバーが変わった、うんっていうことであらこだって言いたくないんだけどないんだけどやっぱり違うよねっていうのはすごい、うんあのそうですよね、感じるしどうしてもあマイク・ポートナーやったらこうしてたのになっていうのがすごいたくさんあって、うん、まあやっぱりドラムの、まあ、僕特にドラム好きなんで、うん、そう今日もねあのギター あの撮影ですよって僕言ってるのにスネアもスネアポートナーの、ね、スネアをちょっと見せて、はいはい、ポートナーのスネをね持ってきてくれたというこれですよ。これ普通に私物というか、うんねはい、ちゃんとサイン入りでサイン入りでねマジェスティシンボルも刻印が入ってたりしてすごい、はい、これは自分で叩かれるとはいあのドラムもやってた時期もあったんで、うん、最近あんまやってないですけど、うん、でなんかレコーディングの時にあの叩いてもらったりとか最近はそういう用途で使ってどう僕そのドラムのシグネチャーってあんまりよく分かってないんですけど、はいはい、やっぱりポートノイっぽい音するんですか？これはめちゃめちゃポートノイっぽい音しますね。なので逆に言うとロックっぽい曲しかもミドルテンポダンスダンスカツカトンバーみたいなやつだとそのレスポンス早いし、うん、マイクポートノイと特有の割とハイピッチ寄りなんで、うん、そうですよね。特徴的ですよね。そう聞きれがいい感じなんで、うん、キレが良すぎちゃって、うん、ポップスとかあと物足りないかもしれないっていう、うん、だけどなんか細かいノート叩いたりとか、まあ、フュージョンとかもいけるかもしれないし、うん、そうなんですね。カリッとしてるんでゴーストノートとかが特にダラッとしないっていうか、スココンスココンって入ってくれるっていう、はい、それで、はい、離れたと、うん、なんかまあここ別にカットしてもいいんですけど、あ、まあ、あんまネガティブな話なんで、うん、まあドラムが違うっていうか、やっぱそれは人が違うからどうこうとかじゃなくて、うん、やっぱ明確にアレンジも違うっていうか、うん、だしグルーヴも違うしっていうので、うん、まずハイハットがあのマイク・ポートナーが相当キレがあるタイプだと思うんですよ、はいはいはい、細かいクローズのチキチキっていうのが得意なタイプなんですけど、うん、マイク・マンジュニアは割とガシャガシャしたハイハットを叩くタイプなん で、うん、で特に6オクロックとかになるとあのツクツッタツッタっていう、ね、細かいのが気持ちいいのになんかガシャ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 って感じになっちゃうんで、うん、ああってあそれはねそう、まあ、ドラマーの特性としてそうです、ねまあ、しょうがないところではありますけども、でやっぱりそう考えるとマイク・ポートナーってなんかアレンジ力というか、うん、次このパターンやったらあのその次の4小節はこうしようみたいのがすごいバランスがいいなと思って、うん、
なんか多分普通のドラムだったら同じパターン繰り返しちゃう感じで、うんうんうん、長いなって感じになっちゃうところをちょっとなんかテイスト変えたりとか、うんうん、っていうのが塩梅がうまいなと思って。そうですね、なんかこう、まあ、ヘビーメタルバンドで、はい、まあ、いろんなその、まあ、シンプルなリフとかをこうバンドで演奏してるときにちょっとずつこう崩してったりして、はいはい、最終的になんかもうリフ弾いてんのにめちゃめちゃもうタブ回しみたいなこととかしだしてはい、はい、なんかそういうのがやっぱり花があるというか、そうですね、気持ちがいいですね。バランスもすごい良くて、うん、じゃあそれよか上手いドラマーとかテクニカルのドラマーが、うん、なんかやることってなんかトゥーマッチだったりするんですよ、うん、そこまで崩しちゃうと乗れなくなっちゃうよとか、うん、それだとなんかよくわかんないことやってるだけになっちゃうっていう、なんかそのバランスがすごい良くて、あ、うん、なんかこの表紙なんだなって分からせつつなんかちょっと崩すバランスが、ね、わ、崩れそう崩れそうっていうところが非常にうまいなと思ってて、ホッテンマンジーニだとちょっとなんか、あ、もう分かんない、なんか見失いました、うん、みたいなところが多くて、まあ、あとね、彼、まあ、ポートノイなんですけど、まあ、ものすごいその、まあ、音楽マニアだと、まあ、自他ともに認める、はいはい、だから彼がいた時のドリームシアターってもうこれ絶対あれだよねって分かるようなオマージュってすごい多くて、あの黒沢さんそのサブチャンネルの方でなんかお話ししてた、その6ディグリーズの時に話してて、そのソリタリーシェルがピーター・ガブリエルのソルブリ、ソルスベリーヒルみたいな、あれなんかもね、なんとかヒル、はい、そうですよね、なんか、まあ、そう、もう五感も似てるし、はいはい、まあ、アコースティックな曲だし、でも絶対それじゃんっていうような感じ の、 その、まあ、元ネタを追う楽しさみたいなのもちょっとあったりして、うん、なんかその辺はどうですか、はい、僕もその精神なんで割となんか、うん、っていうかそれを言っちゃうのが割と潔いというか、うん、逆にクリエイター目線だと好きだなと、ただ人によってはなんかそれってパクリじゃんとか、パクリを自ら言うなんて言わなきゃいいのにっていう人もいると思うんで、まあ意見は分かれるところなんですけど、僕はそれは包み隠さず、だって音楽ってそういうもんだもんっていう、でそこを言わずにこれは自分のオリジナルですよって言うのは僕的になんかかっこよくないんで、言うってことは言ってもだから何、全然パクリじゃないでしょ、それをうまく消化してるでしょって自信があるから言えるっていうことだと思うんで、そうですね、なんかこう降りてきたとかってよく言うじゃないですか、はいはいはい、でもその降りてきたのにも絶対理由があって、はいはい、それはやっぱ普段から聴いてる音楽だったりとか、うん、まあ、最近見たその映画とかの、まあ、そういう影響だとか、うん、まあ、絶対外部からの影響が自分の中でこう巡り巡って、まあ、栄養素として取り込まれて、はいはい、まあ、なんかこう感覚的に降りてきてるっていうだけだと思うので、うん、本当に神様がお前はこのメロディーを作れみたいな感じでやっと下ろしてるわけじゃなくて、うん、でやっぱそのポートノイ の、 その音楽マニア、もうメタルに限らず、まあ、ヒップホップだったりとか、もう普通にポップスだったりとか、もうあらゆるジャンルをこうむさぼり食ってるみたいな人だから、まあそういう風な曲になるだろうし、うんうん、そういう風に言っても逆に説得力あるというか、うんうん、みたいなところはありますよね、うんうんうん、あとまあちょっと、あ、いろいろ聞きたいことあったんですけど、はい、ちょっと前にあのオンラインライブのお話もしましたが、はい、まあ、これまでね、まあ、いろんな多くの、まあ、ドリームシアター、あとまあ LTE の曲カバーされてきたと思うんですけど、はい、その中でもちょっとこれ無理かもって思うぐらいちょっと難しかった曲というか、はいはい、もうあの僕はね、あのドリームシアターの曲、はい、たまに弾くんですけど、このチャンネルでもちょこちょこ弾いてるんですけど、はい、もう本当に触りだけというかあのこのリフなら弾ける、はい、このソロならなんとか弾けるぐらいのレベルでもうやってるし、うん、なんかもうジョン・ペトルーシのソロ1個丸々完コピできるのって、うん、あったかなそれっていうぐらいな感じのあれなんですけど、うん、まあ、黒沢さんはねいろんな曲やられてるので、はいはい、そんな黒沢さんでもこれちょっとむずすぎてちょっとどうなのっていうようなのありましたか、はいはい、一番最初の記憶ですと Take the Time の、まあ、Take the Time 全部むずいんだけど、やっぱりキーボードとのユニゾン、あれ、まあ、キーボードのフレーズだからむずいっていうのもあるし、あと同じフレットの違う弦、こう、はい、こういく、はい、ギタリスト的に一番嫌なフレーズ、こんななるやつですね、そう、こっち側に寝かさなきゃいけないっていう、うん、ああいうのとかも入ってくるので、まあ、あれ難しいな、まあ、その後の、 あの3連のとこと、タカタタカタタカタというところもむずいんですけど、うん、あの、まあ、全体的にはあの曲むずいです、うん、で意外とメトロポリスパート1の方がなんか複雑そうに見えて、うんうん、まあ、あっちの方が現実的かなとは思いますね。ね、なんかその
伺った時にこの Take the Time って出てきて、あ、意外にメトロポリスとかそのダンスオブエターニティとか、うん、なんかあの辺もね、南極としてもう知られてますけども、はい、やっぱ Take the Time なんですね、そこはね、はい、うん、であと その次もうちょっと後ぐらいの時代になると、はい、Never Enough っていう曲で、はい、だったと思うんですけど、はい、あのアルペジオみたいな感じでテク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 トゥルルルルルルルって、 あれがなんか最初、え、これヤングギターにその譜面乗ってて、はいはい、いやこれ間違いじゃない、なんか右手使わないと無理なスピードじゃないって思ったんですよね、その音飛んでるし、そうなんですよね、うん、要はドミソだとしたらソーミードミードソーみたいな感じでこう同じように分散してこう下がっていくんですけど、それがなんか難しすぎ て, てまたあの曲は結構ちょっとコードもね、なんか緊張感ある感じのやつで、はいはい、あのほぼ全編アルペジオのなんかソロなんですけど、スイープでもないなんですよね、あれオルタネートのなんかちょっとインペリテリ的な難しさあるな、途中急にずっと16部でやってるのに一箇所だけ6連がね、ティル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 みたいなあったりとかして、その曲の他の部分は割となんかなんとかなりそうな雰囲気あるのに、ソロだけめちゃくちゃ難易度が高いというあの曲ですよね。難しそうに聞こえないのに難しいうんうん、うん、フレーズ。そうですよね。ピアノ的にはなんかそんなにって感じだと思うんで。なんかもしかしたらあれね、ユニゾンで、うん、鍵盤で作ってついてってるのかもしれないですよね。うん、どちらにしても、まあ、難しいですけど、はい。はい、であともう一つ、まあ、これグラスプリーズンの一部って書いてあるんですけど、はい、じゃなくてもたまにペトルーシの、まあ、これもうフィジカルの違いだと思うんですけど、テク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 っていう、わかります、例えば、うん、このこれで言うとその12、10、12、10みたいなテケ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 ペンタトニックみたいな下がる、はい、これがペトルーシめちゃめちゃ早いんですよ。おで どうしても無理なんですよ。テルなんかもう、うんうん、僕だと6連符ぐらいのテケ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 ぐらいしか、まあ、普通はいけないんですけど、うん、彼なんかそのもっと早い32秒ぐらいでテルルルっていうスピードでこういくんで、右手的にも追っつかないしっていう、うん、俺できる人はできるのか分かんないですけど、それどこだろう、なんかあの、クリーンのとこじゃなくてですか、いや、グラスプリズンで言うとチュリルリルリルリ最後のキーボードギターのユニゾンでテク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 テルルテルルルルテク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 なんかこうボーカルでちょっと締めに入るよみたいな感じの僕の表現合ってます、あ、でもそこはまだいけるんですよ、テルル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 ルテテテテみたいな、じゃなくてその前ですね、あ、そこのそこの前みたいなフレーズが他の曲にもたまにあって、そこはもう不可能なんですね、僕のもうなんていうか、そう、もう絶対できない。前言ったテクラタイムとかイメバーイナフとかはポジションがそのスピードだとちょっと難しいみたいな感じなんですけど、うん、それとは違ってなんかもうなんだろう、全速力みたいなパートなんで、うん、もう全速力この 50m 何秒で走れないともう無理みたいな、うん、基礎的なそのスピード感が違うと、なのでその努力云々じゃなくてなんかもう持ってるフィジカルの違い、まあ、同じ人じゃないんでできない、はい、まあ、逆にちょっとこれが一番楽しかったなっていうか、今でもなんか演奏したいみたいな、これ入ってるとなんかね、テンション上がるみたいな、まあ、よくそのドリームシアターとか好きじゃない人とかにもそのギター上手くなるにはどうしたらいいんですか、はいはいはい、どういう練習をとか言うんですけど、うん、僕はあんまり練習基礎練習みたいなあんま好きじゃなくて、うん、でもドリームシアターの曲ってもう基礎練みたいなフレーズがめちゃめちゃいっぱいあるんで、うんうん、そういう意味であのメトロポリスパート1とかは好きなフレーズで、はいはいはい、それをデク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 とかってなんかもう絵に描いたような、ディミニッシュ、まあ確かにディミニッシュですね、でもなんか彼らの多分ディミニッシュ動向っていうかもうポジションでこういう、うんうん、あ、ディミニッシュ、こっちは行きはディミニッシュだけど多分帰りはなんかよく分かんない、ちょっと違います、ね、感じだけど、もう数字で3、4、5、6みたいな次元が変わってくる、こういう X 字にやっていくみたいなのって、まあ、これ基礎練とかで絶対あると思うんですけど、うんうん、そういうのが曲に組み込まれてるんで、うんうんうん、そういうのをやるときはなんか楽しく基礎練だと思わず曲の一部として練習できるっていう、うんうん、なるほど、なんかこのね、この3、4、5、6みたいなあれ、はい、
ダンスオブエターニティにも同じようななって、はいはいはい それ発見した時に、あ、ここでなんかちょっとこうフレーズ引用してパート1とパート2でここでつなげてるんだみたいな、うんうん、発見ありましたけどね、うん、これ楽しいよっていう曲なんか楽しいよまあその難易度的にあの難しすぎないっていう意味ではその、Scenes from a Memory のオーバーチュアとか、うん、あれはあの割とドリームシアターの中では超非現実的な感じではなくて割とベーシックなその3ノートファーストリングスっていうか1弦ごとに3音入ってるって、うん、そうですよね、うん、そうだからペトルーシってやってることはめちゃめちゃ基礎的というか、そうですね、そのスティーブ・ワイみたいになんか変態チックなフレージングとかそのソロアプローチとかじゃなくて、ゆっくり聞いたらもう教則本に載ってるようなそういうフレーズ作りなのに、もう早いからとにかくそうです、ね、うん、スピードさえついていければこれ弾けるのになっていうのが結構多くて、うん、じゃあいよいよその実践的にスピードについていこうってなってくる時ってどうしてったらいいもんですかね。どうして僕ね、やっぱそこ課題というか、まあ、ピッキングのうまさとか、はいはい、まあ、もっとあの早く左手が動けばいいのにとかっていうのを結構思ったりとかするんですけど、はい、うん、なんかこの意識するというかドリームシャッターをコピーする上で、あ、まあ、最近とその YouTube とかもあるし、うん、なのでなんだポジションとかを、うん、あのまあ、研究というか、まあ、本人はどう弾いているのかな、まあ、譜面が 100% 合ってるとも限らないので、うん、譜面見つつ本人はどう押さえてるのかなみたいな、うん、なのを見ると意外となんか、あ、そっか、こうやってやればもうちょっと楽だって場合もあると思うし、うん、はいはい、まあ、逆にさっきのネバーイナフみたいに、うん、絶対違うでしょと思ったら本当に それでね、ただただフィジカルが悪かったみたいな絶望してることもあるんですけど、うん、っていうのを見つけるのも一つですし、 であとはもう一つはそれを見た上で、じゃあ自分はこっちの方がやりやすいんですけどっていうのがあったらそっちを全然、うん、変えちゃうと、はい、変えちゃうと、本人の弾き方に、はい、そんな固執せずに、そうね、なんか、うん、ちょっと崩して、まあ、音が同じならとか、うん、乾燥するみたいなところですよね。とりあえずもう走り切ってそれが、ね、50点でも60点でもよくて、はいはい、まあ、なんか、まあ、そういうことですよね、はい、なるほど、はい、じゃ最後になんですけど、はい、ちょっとこう黒沢さんにとってこのジョン・ペトルーシっていうギタリストはどういうギタリストなのかなっていうのをちょっと伺いたいんですが、なんだろう、まあ、やっぱりそのバランスがいい、うん、いいですよね、うん、そのメロディアスな部分も持ってるし、うん、の一方でメタルみたいなこう刻むリフの部分も持ってるし、で、あともう一つ、まあ、僕はすごいそれは苦手なんですけど、彼はアルペジオの名手でもあると思うんですよ、うん、結構複雑なアルペジオをライブとかでもかなり あの成功率というか、うん、あんまりアルペジオでミスってるところないですね。そうなんだけど、うん、多分メタルのギタリスト、まあ、僕も含めそうなんですけど、うん、アルペジオなんか苦手じゃないですか、うんうん、難しいじゃないですか。特にライブとかあとテコーンとか言ってめちゃめちゃ緊張しますよ。ソロより緊張しますからね。なんですけど彼はかなりあのアルペジオの、うん、うまいと思う、うん、でっていうのと、あともう一つそのドリームシアターのメジャーキーのバラードって実は、はい、あのクレジット見ると作曲他は全部バンドメンバーになってるんですけど、うんうん、あのペトルーシだけだったりするんで、メジャーキーのこういうアコギっぽいやつって、うん、結構こう弾きながらジャガジャガって彼がほぼ一人で作ってるっていう感じなので、な割とその明るい感じの、うん、なんだよ、ポップスみたいな側面も結構持ってるのかな、うん、結構メロディーメーカーな感じなんですよね。だから多分その、まあ、ポートノイとかもね割と作ってたのかもしれないんですけど、はいはい、ポートノイいなくなってそのマンジーになってもそのドリームシャッターの一要素であるそのメロディアスな部分が失われていないっていうのは、うん、まあ、やっぱりそのジョンの、まあ、ペトルーシの功績があるのかもしれないですね。ちょっとあの、まあ、プレイヤー目線でのね結構いろんな貴重なお話いただきましたけども、はいはい、まあ、そんな感じでですね、今日はあの黒沢大輔さんお招きしまして、はい、ドリームシャーターについてですね、はい、いろいろお話いただきました、はい、ありがとうございます、はい、この動画が良ければグッドボタンお願いします、チャンネル登録もね、はい、ぜひぜひ、黒沢さんのチャンネルあります、はい、大輔黒沢チャンネル、そして
音楽の作り方、はい、もうサブチャンネルあります。そして、忘れずにセッチミュージックの方も、はい、フォローしていただければと思います、はい、黒沢さんありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。